皆さん、こんにちは。大谷翔平選手の専属通訳である水原一平さんが違法賭博に関与したとしてドジャースから解雇された。衝撃的なニュースが話題となっています。さらに大谷選手の口座から約6億8000万円もの大金が違法ブックメーカーに送金されていたことが明らかになり、一部では水原さんが大谷選手の身代わりになったのではないかという噂も広がっているのです。そもそもこの事件が明るみに出たきっかけは、スポーツ専門チャンネル ESPN の記者による水原さんへの90分間に及ぶインタビューでした。水原さんは当初このインタビューで大谷選手に借金の肩代わりを頼み、大谷選手が端末にログインして指示通りに送金を行ったと明かしていたのです。ところが翌日になって突然、水原さんは大谷選手は送金に一切関与していないと主張を変えてしまいました。記者が私に嘘をついたのかと問いただすと、水原さんはそうだと答えたというのです。一体水原さんは何を隠そうとしているのでしょうか。ここで水原さんが大谷選手の身代わりになった可能性についてもう少し詳しく考察してみましょう。まず大谷選手の口座から送金されていたという事実、たとえ水原さんが何らかの方法で口座情報を入手したとしても、本人確認なしに何度も大金を送金できるとは考えにくいですよね。きっと大谷選手は事情を知った上で水原さんの借金を肩代わりするために送金したのではないでしょうか。次に送金額の多さも不自然な点です。 ESPN の報道によると、口座からブックメーカーに送られた金額は合計で450万ドル、約6億8000万円にも上るとのこと。これだけの大金が短期間で送金されれば、普通は銀行からの確認や通知があるはずです。それでも大谷選手が気づかないはずがありません。おそらく大谷選手は水原さんのギャンブル依存症を知っており、どこかで送金にも関与していたのだと推測されます。さらに水原さんの発言の変遷にも注目すべきでしょう。当初は大谷選手に肩代わりを頼んだと明かしていたのに、後になって大谷選手は一切関与していないと主張を翻したのです。もしかすると大谷選手がブックメーカーへの送金で罪に問われることを恐れ、水原さんが身代わりになることで大谷選手を守ろうとしているのかもしれません。2人の約6年間に及ぶ深い信頼関係を考えれば、そのような行動も十分に考えられるのではないでしょうか。ただ水原さんが身代わりになったとしても、違法賭博への関与という重大な問題は残ります。現在水原さんは行方不明の状態が続いており、生存確認もできていないようです。もしかすると事態の深刻さに耐えられず、最悪の選択をしてしまったのではないかと懸念する声も上がっているのです。水原さんはギャンブルへの依存を深めていく中で、大谷選手の善意につけ込み巨額の送金を繰り返してきました。しかしそれが発覚した今、罪の重さに耐えきれずに姿を消してしまったのかもしれません。もちろんこれはあくまで一つの可能性に過ぎません。水原さんが無事に発見され真相が明らかになることを心から願わずにはいられません。いずれにせよ、この事件はギャンブル依存症の恐ろしさと、それが周囲の人々をも巻き込んでしまう危険性を改めて浮き彫りにしたと言えるでしょう。水原さんの今後の動向とともに大谷選手への影響にも注目が集まります。真相解明に向けて事態の推移を見守っていきたいと思います。ここで水原さんのギャンブル依存症についてもう少し掘り下げてみたいと思います。水原さんがいつからギャンブルにのめり込んでいたのか、その経緯を追ってみましょう。今回の事件で明らかになったところによると、水原さんは2021年から違法ブックメーカーのマシュー・ボーヤー氏と直接取引を始め、サッカーの国際試合や野球以外のスポーツにかけていたそうです。つまり少なくとも3年前からギャンブルに手を染めていたことになります。また水原さんの知人の証言では、大学卒業後にカジノのディーラーを育てる学校に通っていたとのこと。水原さんは現在39歳で、22歳でカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業。その後約5年間ディーラーの学校に通っていたということは、20代半ばにはすでにギャンブルの世界に足を踏み入れていたことになりますね。さらに遡ると、
水原さんのギャンブル依存の背景には幼少期の家庭環境も影響しているのかもしれません。水原さんの父親はかつて北海道苫小牧市で寿司屋を営んでいましたが、32歳の時に一家でロサンゼルスに移住、以降レストランたぬきの里や居酒屋八で働いてきました。居酒屋八は大谷選手御用達の高級店として知られ、水原さんの父親は大谷選手のために特別メニューを用意するほどの腕前。しかしそんな父親も学生時代はアイスホッケーに熱中し、アメリカやカナダに留学していた経験があるそうです。つまり海外への憧れやスポーツへの情熱といった要素が水原家の男性陣に脈々と受け継がれてきたのかもしれません。そしてその延長線上に水原さんのギャンブル依存があるとしたら、なんとも皮肉な話ではないでしょうか。もちろん家庭環境が全てを決定づけるわけではありません。ギャンブル依存症は個人の性格や経験、社会的要因など様々な要素が複雑に絡み合って発症するものです。ただ水原さんのケースを見ると、幼少期からの環境が何らかの影響を与えていた可能性は否定できません。いずれにせよ、ギャンブル依存症は本人だけでなく周囲の人々をも巻き込む深刻な問題です。水原さんは大谷選手の信頼を裏切り、多額の借金を肩代わりさせるという行為に及びました。その結果、自身の人生を狂わせただけでなく、大谷選手の名誉やキャリアにも傷をつけてしまったのです。ギャンブル依存症は決して他人事ではありません。身近な人が陥っているサインを見逃さず、早期の対処と支援の手を差し伸べることが大切だと思います。そして何より依存症に苦しむ当事者が一人で抱え込まずに助けを求められる社会の実現が急務ではないでしょうか。水原さんの事件を教訓に、ギャンブル依存症への理解を深め、予防と治療の取り組みを強化していくことが求められます。同時にスポーツ界におけるギャンブルとの関わりについても改めて見直す必要があるでしょう。アスリートがギャンブルに手を染めるリスクを減らすためには、教育や啓発活動の充実化が不可欠です。また違法賭博の取り締まりを強化し、健全なスポーツ環境を守る努力も欠かせません。水原さんの事件はスポーツとギャンブルの危険な関係を浮き彫りにしました。二度とこのような悲劇が繰り返されないよう、私たち一人一人が課題意識を持ち、解決に向けて行動していくことが求められているのです。さて、ここで新たな疑問が浮上しています。それはなぜドジャースは水原さんの契約前に身辺調査を行わなかったのかという点です。スポーツメディアジアスレチックはドジャースの姿勢を問題視しています。水原さんは違法賭博で多額の借金を抱えていたにもかかわらず、チームはそれを見抜けなかったのでしょうか。あるいは分かっていながら見過ごしてしまったのでしょうか。いずれにせよ、契約前の入念な調査は欠かせないはずです。特に大谷選手のような超大物選手の専属通訳となれば、その人物の信頼性や適性は入念にチェックすべきでしょう。しかしドジャースはそれを怠ったのか、水原さんのギャンブル問題を見抜けなかったのか、その責任は免れないように思われます。一方でメジャーリーグ機構の対応にも疑問符がつきます。ウサトゥデー氏の記者によれば、機構は大谷選手の調査を正式にスタートさせたとのこと。しかしなぜ今になってようやく動き出したのでしょうか。水原さんの違法賭博が発覚した時点で大谷選手への影響を調べるべきだったのではないでしょうか。機構のルールでは、違法賭博に関与した人物だけでなく、その仲介をした者もペナルティの対象となります。大谷選手が水原さんの借金の肩代わりをしていたとすれば、ルール違反に問われる可能性もあるのです。もちろん大谷選手に違法行為の意図はなかったでしょう。親友である水原さんを助けようとしただけかもしれません。ただそうだとしても、結果的にルールに抵触してしまう恐れがあります。だからこそ機構は早期の調査に乗り出すべきだったのです。事件の全容解明にはまだ時間がかかりそうです。水原さんの行方もわからないままですし、大谷選手への影響も不透明な状態が続いています。ただ一つ言えるのは、この事件がスポーツ界に大きな問題を投げかけたということです。アスリートとギャンブルの関係、依存症の恐ろしさ、チームや機構の責任のあり方など、私たちは真剣に向き合わなければならない課題を突きつけられました。
水原さんの過ちを糾弾するだけでは不十分でしょう。彼を生み出した環境や仕組みにも目を向ける必要があります。そして二度とこのような悲劇が繰り返されないよう、一人一人が自分にできることを考え行動に移していかなければなりません。水原さんの事件は私たちに多くの課題を残しました。しかしそれは同時に変革のチャンスでもあるのです。この機会を生かし、スポーツの世界をより健全なものにしていく、それが私たち一人一人に課せられた使命ではないでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。